よし、ルザピ行け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 、よしよし。うわ、建築早っ。よしよし、よしよし、上取った上取った。あららら、これも絶対勝てるでしょ。よしよし、あなんでわなんだよ。みんな、なんなに聞いてくれ。ん、大変なことが起きた。ちょっと待って、今もうちょっとでビクロイだから、ちょっと待って。いや、いいいいいい、ビクロイなんて。あ、じゃあ聞いてる聞いてる聞いてるからいいよ。俺たちよし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 、1億円もらえるかもしれないぞ。ナイスナイス、オッケー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 。よしよし。あ、お前たち、ん、どうした。あれ、聞いてた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 。1億円が手に入るかもしれないんだぞ。いけいけ、よし、惜しい。いいビクロイは、ビクロイはいい。なんだよ、何、忙しいんだけど私たち。うん、ちょっとこれ見てくれ。ん？何何？街中にこれが貼ってあったんだ。うんうん。ツチノコを見つけたら1億円だってさ。へえ。よし、ルザピ。ナイス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 。いけいけ。おい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 、疑ってんだろ。ツチノコなんているわけないし、1億円なんて出るわけねえだろ。どうせそれ自分で作ってきたんだろ。本当に外に貼ってあったんだってこれは。行かない行かない、私たちゲームしてるから。本当に外で貼ってあったんだって。いや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 。でもさ、うん、確かにツチノコはいないかもしれない、うん、ただいたら俺たち一生働かなくてもいいんじゃね。米将軍、実はな、見てくれ、私たちも先にそれ見つけて米将が帰ってきたら作戦立てようと話してたんだよ。最高だぜー、最高だぜ、最高だぜ。興味ありありだよ、行こうぜ、ありありだな、早速作戦立てようぜ。サンチャンク、なんで二人分の石しかねえんだよ。いや、うち二人暮らしだから。ジュースねえのかよ。あの、いいからもう早く作戦立てるよ。よし、作戦会議だ。はい。うん。ツチノコがいるとしたらこの辺で、まあ、この辺に張り紙あるってことはこの辺にいると思うんだよ。なるほどな。この辺でいるとしたら学校の裏の山とかがそうなんじゃないかって思うんだけど、それに関して。それに関してはマジでわからん。そっか。いやいや。でも街中にいるわけはないよな、多分。まあ土の子ってなんか土にいるんでしょう、多分大体、うん、街中はさすがにコンクリートで塗装されてるから土の子は生きていけないんじゃないかな。ってなるとやっぱここら辺の自然って言ったらそこしかなくない？なんか作戦思い浮かぶ人いる？森を探すって言っても手当たり次第だとめっちゃ時間かかると思うんだよね。そうだな、まず一つ思いつくのは、うん、森ごと TNT でぶっ飛ばしてさら地にする。これで土の子出てくるんじゃないか。あー、確かに確かに、それしかないかもしんない。それしかないかな。やろう。まあ、あとはウィザーを召喚して生き物を根絶やしにする。これもどうかな。あー、それしかないかも。伝説の生き物ね、やろう、うん、それしかないかな。ルザピは、まあ、TNT でやるんだったら、うんうん、こうワールドイーターとか作って一旦岩盤まで穴開けて、あー、うん、はいはいはい、で、まあ、ワンチャン脇範囲全部ワールドイーターで潰して、うん、なんか土の子のトラップタワーとか作ってみたらワンチャン。土の子のトラップタワー、確かに確かに、それしかないな、それでいこう。それしかないかな。オッケー、じゃあちょっと待って、そもそもさ、提案しといてなんだんだけどさ、うん、森ごと TNT でぶっ飛ばしたら土の子もぶっ飛んでいかないかな。いや、そんなことないよ。そんなことないよ、土の子だもん。よし、じゃあ、うん、全員の意見をまとめよう。とりあえず裏山にみんなで行く。そして罠をたくさん仕掛けて、の、うん、蜘蛛の巣を使って、まずは大きい範囲を蜘蛛の糸で囲って、それをちょっとずつ小さくしていったら、その一番ちっちゃくなった時に土の子いるはずなんだよ。お前何をまとめたんだ、お前は。これでいこう。いや、そんな TNT やったら天才だ、死ぬやろ。生きた状態で捉えないといけないんでしょそれね。確かに、なんかお菓子とかあった方がいいんじゃない。それはルザピの使命。待て、アライブオアデッドって書いてない。死んでてもいいの。死んででもいいんじゃないか。なあ、まあでも生きてた方が、まあ、価値はありそうだから、生きたまま持っていくか、うんうん、よしよし、じゃあ行こっか。実験もしたいし。実験はするな、かわいそうだから。サンチャンク、よし、装備も整えて学校の裏山に来ることができた。まあ裏山といっても、あの、地球の裏側にある山なんだけど。めちゃくちゃ遠くなんだこれは。とんでもない地形だぞこれ。大丈夫か。すごいな。学校の、ここが学校の真裏にある山です。こんなんなってたんだ裏山。ここにあると思うから、蜘蛛の巣をさ、こう置いていってさ、定期的に、うん、で、これでなんかでっかい円を作って、その円の中を捜索して、いなかったらその円をちょっとずつちょっとずつ縮めていったら見つかるんじゃないかな。いいね。せやな。これで気づいたら引っかかってたりするんじゃない。どんなもんの範囲でいく。最初まあ小さめでいってみる。最初小さめでいくか、うん、
意外とね、こんなんすぐいるんよ、多分。あ、これは？ん？いた？引っかかってるなんか。どれどれどれ？あ、そうですね。こいつ。これはですね、見たことのない生き物だ。これは新種？鶏ですね、これは。これ鶏か。鶏か。うん。ほなやってえか。よし。うわあ！やばい！違う、こうやって動物を減らしておくことで土の子を見つけやすくしないと。想定通り。悪すぎるだろやり方。いや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 、土の子見つけやすい環境にしないと。1億円かかってんだぜ。叫びを上げる間もなく死んだぞあいつ。でこう輪っかを作って、で輪っかを自分で引っかかってんじゃん。なんかいたぞ、なんかいたぞ生き物。頭部に甲羅みたいのがついてる。変わった生き物がいる。選手の神いる。殺してみよう。やめてー、やめて、やめて、パーパーパー。うぅぅ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 そしたらこの作った輪っかをちょっとずつ縮めていくのよ、はいはい、その中にいる動物がどん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 こう制限されていって、ほんまか、この範囲のみね。そうそうそう、この範囲のみ。したらもう見つけやすい。ほらほらほら、これで今、はいはい、今ここら辺にいる生き物は全部この中心に集まったってことよ、うん、俺たちしかいないけど大丈夫これ。だから俺たちしかいないってことだよ、うん、ここに土の子はいない。ここに土の子はいないですか。ないか。次の作戦に行こう。お前リーダーぶんなよ。お前指揮とんなよ。だってよ、だってさ、だってさ、これ森全部をこれで囲ってちょっとずつちょっとずつ小さくしてったら、まあ、森の中にいる生き物全部集めれる想定だったけど、森が広すぎるんだもん。確かにそうだ、ね、これ全部ちょっとネットでかけるのは無理だから、なんかところどころにトラップ作ったりする。そうね、うん、そんなんで本当に見つかるんかな。まあでもどこかにはいるさ。なんもいないぞ今。あ、これ土の子じゃない、これこいつは違うよ。捕まえた、土の子。これはこいつは、これ蜂ですね。じゃあちょっともう、おのおの一回ばらけて探すか。そうね。手分けしないと終わんねえわ。まあ、適当にトラップとか作って、うん、見つけたら報告する感じで。あいよ。お、ルザピ、ルザピ。いた？いなかった。わかんない。なんか足跡とかもさ、うん、こう探してんだけど、なかなか、こっち方向はいなかったわ。ナムコもいなかったよ。じゃあどっちにいんだろうね。コメショはどこ探してんだろう。なんか向こうの方行ったっけ。うわぁ、ねえ、なんだ、なんか、なにこれ、助けてー。え、コメショの声聞こえる。どこコメショ。やばい、とんでもないものがあった。え、なになに、見つけた、見つけた、助けてくれー。ここだ、ここ、どこ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 、コメショだ。なあ、見てくれ。うわ、どうしたんだよそれ。落とし穴に引っかかった。誰がこんなひどいことを。ちょっと引き上げるわ。痛いよー、痛いよー。大丈夫、ひどいことをする人もいるもんだね。誰がこんなことしたんだろう。ははは、なんか走ってそうだね。だ助けてくれよー。いやー、暗い。なあ、なんかルザピのトラップだ。え、これ僕が仕掛けたトラップだ。土の子トラップ、これ。うん、土の子じゃないんで助けてください。ちょっとなんかトラップもそうだな。みんなでバラバラに探索してたらこういうことが起こるのか。足痛い。上がってこれる。もう一生動けなくなるぐらいのトラップ仕掛けたんだけどな。オースグッドがもう痛いで、膝皿の下が痛いです。オッケー、じゃあトラップ作戦もやめよう。うん、危険すぎるわ。みんなでバラバラに歩いてたらこういうことが起こるから、みんなで固まってとにかく走り回ろう。そうね、うん、もうこれしかない。本当に土の子なんかいるのかね。いやー、いないと思うけどね。いないから1億円なんでしょ。うーん、なんで最近になっていきなり1億円の懸賞金がかかってるんだろう。まあとりあえずそれっぽいもん見つけて適当に土の子ですって言ってもバレないんじゃない。うん、もらったらもうこっちのもんだから。あとは新種の何かだからな。うん、サンチョーン。いや、いませんね。そう簡単にいるもんでもないとは思いますが、うん、ちょっとあっちの方見てみるわ。うん、え、ちょっと待って、やばい、ルザくん、あっちの方見つけた。嘘、どこ見て、変な出っ張りがある。本当だ、あれ絶対土の子だ。土の子だ、やばい、土の子見つけた、やばいやばい。嘘、ちょっと待って、そっち登るの時間かかるかも。でもちょっと静かに。もうどうしよう、なんかさ、釣り竿とか持ってない？なんか針かけれる？かけるね。
惜しい。どう？よしよし、なんか引っかかったかも。なんか引っかかった？なんか引き強い。あれあれあれ。なんだ？やばい。やばいやばい。鉄から尻尾が生えてるイノシシだ。助けてー。逃げろ。助けてー。待て、俺が追いかけられてる。助けてー。ちょっと、助けて助けて助けて。ごめんそう。逃げなくどこにいるどこにいる。ごめんそう。上だ上だ。上逃げ回って逃げ回って。なんとか助けてー。助けて助けて。ああ。あ、イノシシ。落ちてた。落ちてた。ほっぶね。ほぶね。ほぶね、ありがとう。危なかった。助かったよ。あんなのもいるのか。何あれ、なんか尻尾めちゃくちゃ土の子っぽかったけどな。あれ尻尾なのかな。どうしたどうした。いや、なんか土の子だと思ったんだけど。うん、あえ、いたんじゃないの。いやー、なんかそれがよくよく見てみたら、なんかイノシシの尻尾なのかうんちなのか分かんなかったけど。なんだよ。変なやつだったわ。まあでも無事でよかったわ。やっぱり土の子捜索一筋縄ではいかないな。うん、なんだあれ、めちゃくちゃ思わせぶりだったな。確実に土の子だったのにな、見た感じ。コミショなかなか災難だな今日は。トラップに引っかかるわ、イノシシに襲われるわ。あとなんか鼻フックで釣り上げられたからめちゃくちゃ腹が痛いんだよな。鼻にすっぽりはまった。もっと助け方あっただろ。まあじゃあとりあえずいなかったのね。いなかったね、うん、なんかこっちの方いそうな雰囲気あったからこっち行ってみようよ。なんだいそうな雰囲気って。そんな雰囲気だあるだろ、なんか、うん、その後もサンチャンク一行はひたすらにツチノコを探した。しかし、ツチノコが出てくることはなかった。いやー、でも全くいないね。めちゃくちゃ探したけど。ツチノコなんていないんじゃない？まあ、1億出るぐらいだからな。そう簡単に見つかるもんでもないか。まあ、しばらく休んだらまた一応帰りながら捜索してみようか、帰り道で。そうだねー。いやー、だいぶ歩き回ったよな。ねー。ちょっと待って。ん？どうした？コメショ。今。ん？土の子がいた。いや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 。いないじゃん。本当だって。いるわけないでしょ。どこにいたの？土の子があの木の陰にいたんだよ。ここにいた。でもどこもいなくない？ないよ。でも突然目の前で消えたんだよ。いやいや、そんなわけないでしょ。ほんとだって。いや、もう幻覚見てんだって。今日だって鼻フックもされて、落とし穴にも落とされて、イノシシも突進されて、幻覚だって。いや、あれは確かに土の子だった。本当なんだ、これは信じてくれ。土の子がここから出てきて、ちょろちょろっとした後に多分俺に気づいて、その後に消えたんだよ。パッて目の前で。消える？消えるわけなくない？まあまあまあ、ようやく見つけたヒントだから一応探してみる。いるわけないと思うけど。うん、土の子はいる。本当なんだ、信じてくれ。え、なになになに、なんか、え、どうした、何、透明な足跡が。え、ほんとだ、こっちこっちこっち、土の子、土の子だって。あれあれだ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 、消えちゃった。いない。ルザ君見たでしょ、今透明だった。嘘嘘、どこにいたどこにいた。そっちに向かって走ってったよ。この辺歩いてたよ。え、本当に透明だったってどういうこと？透明だったら見えないじゃん。土煙だけ見えた、走ってる。本当に二人とも言ってるってことはそういうことか。そうだよ、本当にいたんだって。ってことは本当に透明化能力を持ってるってこと？そういうことだよ。だから今まで誰にも見つからなかったんだ。コメショお手柄じゃん。おー、でもこいつおれば1億どころかとんでもない金額が手に入るかもしれないぞ。確かに、別にね、正規のルートで金手に入れる必要ないもんな。もっと悪い人たちに売ったら金めちゃくちゃ手に入るんじゃない。確かに。だって透明になる生き物だよ。俺が今思いつくのは、うん、っていうのをやってっていうところに電話をして、うん、動かせばめちゃくちゃお金手に入る。それしかないな。いや、土の子は食わないとダメだろ。もっとダメだろ。食わないとダメかは。ダメか。ダメだろ。コメショーが言ってたことも普通に大犯罪だよ。ダメか。国レベルの犯罪だよ。ダメか。正規のルートでちょっと1億円手に入れようじゃ。そうやな。自治体に渡して1億円手に入れよう。でも、透明化するのどうやって捕まえればいいんだろう、普通に。今もだって、2人がかりで見逃しちゃったわけでしょ。捕まえられんくない、普通に。そんな、でも見えねえもんを捕まえろって言われたってな。ちょっと腹減ったな。なんか見えるようにする方法でも、ん？お腹空いたんだよ。ちょっと休憩させて。え、米ショ今なんて？ん？いや、お腹空いたんだよ。ちょっと
休憩させて。何持ってる今？今？牛乳、お母さんがくれた。米塩、それだよ。どういうこと？この牛乳を乗りたくっておぶき寄せるってこと？それとも、この牛乳をめちゃくちゃ飲みたくって、俺がめちゃくちゃ背を伸ばせばいい？そのバージョンも見てみたいけど、違うよ。牛乳には、お腹をいっぱいにする効果だけじゃなくて、別の効果があるだよ。ルザピアわかるよね？そうだ、確かに。何？牛乳なんてお腹空いた時飲むのとやっぱ背伸ばすために飲むもんじゃないの？牛乳はエフェクト効果を消す効果があるから、土ぼこりが見えた時に牛乳をぶちまければ土の子見えるようになるんじゃない？透明化か無効化できる。うん、まあ特に作戦もないしやってみるか。じゃあちょっと米醤のその牛乳この瓶に詰めようよ。うん、もったいねえ。米醤のお母さんのミルク。やめろその言い方。いやいやいや、お母さんからもらったミルクってことで。よし、結構溜まったかも。じゃあこれを使って土ぼこりが見えたらこれを投げる。そしたら土の子が姿を現すはずだから、そのタイミングで捕まえよう。うん、また消えてもこれを投げれば無限に姿を現せることができる。もう強制的にやってみるか。やってみようぜ。この辺りにいんだよね。いや、どこ行ったんだろうな。こっちの方来たんだよね。死に逃げてったからな。全然おらへんな。なんだ、音が聞こえる。うそ、どこ？音が聞こえる、こっちで。どこ？ここら辺で。あ、いる。うそ、どこ？そっち行った、そっち行った。早く、牛乳、痛い。牛乳投げて、牛乳投げて。あ、な、どこ？出てきた。あれだ、これだ。捕まえろ。ハグリ、あいつだ。どこ？あそこに見えるだろ。いた。じゃあこれを蜘蛛の巣で囲って捕まえようよ。よし。あ、追い詰めた。よし。オッケー、これで捕まえれた。やっとだね。1億円だ。1億円獲得だね。あ、待って、もう1匹いる。え、もう1匹いる。え、襲いかかってるよ。でもなんか私のこと攻撃してる。捕まった仲間を見て出てきたんじゃない？ヤマグリ大丈夫か？危ない。開けてみる。あ、行った。あ、仲間と喋ってる。夫婦だったのかな。そうかも。そっか、こいつらも家族がいたんだね。なんかちょっとかわいそうだな。うん、別に森でひっそり暮らしてただけで何も悪いことしてないのにな。お、なんかすごいぐるぐる回ってるけど。じゃあ大回転してる。喜んでる。あえて喜んでるのかな。やっぱり土の子も家族と一緒に森の中にいた方が幸せだよね。なんか仲間を守ろうと必死に弱っちい体で立ち向かってるのを見るといたたまれないかもしれない。どうだ土の子、ここで安全に暮らしたいか？おおすごい喜んでる。じゃあそうだな、どうする？いいか二人とも。正直この子たちが1億円で引き取られて何をされるかもわかんないし。2億円だよ、二人いるから。本当だ、2億か。こいつらを捕まえとけばもっと土の子が寄ってくるかもしれない。おびき寄せられるかもしれない。ただやっぱ俺にも人の心があるから、どう、今日は返してあげてもいいんじゃないかな。今日会ったことはちょっと私たちだけの秘密にしよう。うん、お前たちももう見つかるなよ、悪い人間いっぱいいるからな。めちゃくちゃ明日取りに来ようとしてるやろ、お前。いや、違うって。周りから見えないようにしてあげたんだよ。よし、じゃあ、1億円は諦めて帰るか。そうだね。いや、でもいいことしたな。でも、本当にいたんだね、土の子。ね、いや、まさか本当にいるとは思わなかったわ。帰って、うまいもんでも食うか。そうだね。1億円は手に入らんかったけど、なんか、いいものを見られたし。私、赤マムシ飲みたいんだよな。いや、なんか土の子になんか影響されてない？ハブシモノみたいな。いやー、でもなんかいいことした気分だね。うん、家帰ろう。うん、ちょっと待って。あの罠片付けなくてもまあいいか。大丈夫。三チャンク。いやー、いい冒険だったね。うん、疲れたけどね。疲れたね。うん、あれ、ん、アグリさんなんか膝すりむいてるよ。あ、ほんとだ。あれかな、土の子にアタックされた時に怪我できちゃったんかな。あら、そうかも。大丈夫？なんか土の子って変な毒とか持ってないのかな。いや大丈夫でしょ。確かになんか弱っちそうだったし。ちょっとなんかあっちに救急箱あるから救急箱取って、包帯巻いてほしい。ちょっと取ってくるね。うん、ありがとう。お願い。よしよし、ありがとう。はい。
オッケー、じゃあお願いします。ちょっとかがめる？あ、オッケー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 。はい、かがんだよ。あれ、なんか何え消えた、消えた。どういうことどういうこと、どういうこと、どこ行った、あ、ここ入っちゃった。あれあれ、えあれ、ちょっと待って、消えてた私今。ハマグリかがめる、かがめるけど、はい。あー、あれ消えた、どこ、どういうこと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 。待って、もしかしてアマグリ、え、鏡見てくる、鏡見てくる、うん、行くよ、え、じゃあかがんでみるよ、うん、せーの、はい、あれ、消えた、消えた、どこ消えた、え、嘘、どこ行った、どこ行った、どこ行った、あれ、本当にいなくなった。帰るか、今日は。やめとか、もう、うん、怖いし、なんか気持ち悪い。うわー、うわー、なに、うわー、なに、包丁が浮いてる、斧だ、斧か、おお、なにそれ、え、てことは私もしかしてさ、うん、土の子に噛まれたことによって透明人間になれる能力ゲットしたんじゃない？ねえ、うっそ、マジで最高すぎじゃん。めちゃくちゃいいっ、ね、やったー、いますね、土の子。やっぱ捕まえとけばよかったな、いつでも。お前汚い心で透明人間になるな。わあ、でもなんかいろいろ思い出もできたし、特殊能力も手に入ったし、よかったな。ね、うん、またなんかこういう冒険みたいなことできたらしようぜ、みんなで。またやりますか、うん、あ、いなくなった、痛い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 。わあ、これだったらちょっとルカピにも勝てそうだな。なに、最悪こいつ、包丁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 包む。あの頃私が見上げた空はいつも境界線が強く見えた。たくさんのことを学んだ今を思えばもう怖くないさ。